い、どうも、アルティメット工房のあさみです。今回もキング&プリンスセカンドアルバムランドに収録されている映画弱虫ペダル主題歌のキーオブハートの歌い方講座と、キーオブハートはどんな歌詞なのかというのを読み込んでいきたいと思います。お手元にアルバムがある方は歌詞カードを見ながらこの動画を見てください。ということで今回も楽曲は流せないので歌いながら解説していこうと思います。キーオブハートの作詞作曲者はこちらです。私的に最初の永瀬くんと高橋くんのパートがちょっと低いところがあってお聞き苦しいとは思うんですけれども、ご了承ください。それではイヤホンを失礼いたします。出だしは永瀬くん、高橋くん、神宮寺くんという風になっています。もうキーオブハートのさ、イントロからしてすごく爽やかな楽曲ですよね。青春って感じ。長く続く坂道の先を目指す僕ら、風切る音と共に日々走る。まず最初の長く続く坂道、この坂道は映画弱虫ペダルでキング&プリンスの永瀬廉くんが演じていた主人公の小野田坂道っていうキャラクターとかけていますね。実際にこのキーオブハートの振り付けも永瀬くんが自分を坂道って言って指す振り付けもあるので、これは主人公の小野田坂道ともかかっているし、長く続く坂道、苦しい出来事の先っていうのを表す2つの意味合いがあると思っています。長く続く苦しい出来事の先を目指す僕ら。私的にこの目指す僕らのらが低くてちょっと出にくいんですけど、できるだけ喉をリラックスさせて吐く息を多めにしたらギリギリ出てるんじゃないかなっていうレベルで出ます。はい、この僕らっていうところで、ここで自分だけではなくて複数人の話だっていうことが冒頭からわかると思います。風切る音って普段使わないんですけど、大体どういう意味かわかるかと思います。空気の流れによって発生する音なんですけど、例えば坂道を下っていく時に自分に対して風が向かってきて自分は下っているので、そこでボワボワボワっていうような音を体験したことはあるかと思うんですけど、それがここで言う風切る音という意味だと思います。そんな風切る音と共に日々走る、これも最初の坂道と同じような感じで2つ意味合いがあると思っていて、ここが生まれてから死ぬまでだとして、生きていると向かい風のようにいろんなことがあるけど、そんな出来事とも向き合いながら日々生きていくっていう意味合いが込められているんじゃないかなっていうふうに私は感じました。ここで難しい歌い方っていうのは特にしてないんですけど、永瀬くん特有の癖が今回のキーオブハートでも出てきます。その癖がどこかというと、最初の出だしの先を目指すのところで癖が出てきます。長く続く坂道の先を目指す、先を目指す、先を目指す、先を目指す。こんな感じです。ここが特徴だと思っていて、次の風切る音とのとの語尾が特徴的だと思います。どんな感じかというと、風切る音ととって感じ。と共に日々走る、そして走るって感じで、若干最後にビブラートがかかっています。通して歌ってみるとこんな感じです。長く続く坂道の先を目指す僕ら、風切る音と共に日々走る。なんとなくこの微妙なニュアンス伝わりますか？さて次、高橋海人くんのところですね。悔しい涙だって流す時もあるけど、前痛みはいつか強さへと変わるよ。
悔し涙だって流す時もあるけど前へ、この前へのへもちょっと低いので、私と同じように低い音が出ないっていう方はできるだけ自分の力を抜いて空気を多めにしてあげると出やすくなると思います。この悔し涙だって流す時もあるけど前へ、この高橋くんのパートはこのままの意味合いで、悔し涙だって流す時もあるけど前へ進む前向きな歌詞になっています。ここの歌い方はとりあえず元気にテレビでキーオブハートを披露していた時の高橋海人くんの笑顔を思い浮かべて歌うと高橋くんっぽくなると思います。はい、この痛みはいつか強さへと変わるよ、心が傷ついたり大変だと思う気持ちはいつか未来の自分の強みになる、こういう意味ですね。いつかなので、いつその未来が来るかはわからないけれども、前向きに生きていれば今の痛みは必ず自分のかけがえのない財産になるよっていうような歌詞になっていると思います。King&Prince のメンバーの癖が悪いっていうわけではなくて、神宮寺くんは癖があまりなくてまっすぐな歌声なので特に意識しなくていいと思うんですけど、強いて言うなら痛みはいつかのかの部分にビブラートを若干かけて強さへと変わるよにつなげていきます。痛みはいつか強さへと変わるよ、いつか強さへとって感じで少しだけビブラートをかけます。その次、岸くんと平野くんのパートです。優しさの溢れるその笑顔が何よりも素敵だから。はい、岸くんちょっと癖が強めなんですけど、優しさの溢れるその笑顔が何よりもどんなことよりも素敵だからっていう歌詞です。優しさのあの岸くんっぽさですね。ここがとても岸くんっぽさだと思います。優しさの溢れるその笑顔が、まあ、神宮寺くんみたいにストレートに歌うと優しさの溢れるその笑顔がっていう感じだと思うんですけど、岸くんの場合は優しさの溢れるその笑顔が、笑顔が何よりも素敵だから、だからだからだからっていう感じでちょっとだけラにもビブラートをかけます。続いてサビ前の平野くんのパートです。手を取り合って行けば光が差すから、そしてサビにつながっていくんですけど、手を取り合って行けば笑顔を忘れずに日々走っていけば、日々生きていけば光が差すから、必ず明るい未来がやってくるから、そんな意味だと思います。平野くんは結構ハスキーボイスなのでそれを再現するのは難しいんですが、喉のあたりで響かせて少しだけ鼻の方にかけてあげると若干平野くんっぽさが出る気がします。手を取り合って行けば、行けばです。よく高橋くんが使う最後の語尾を吐息混じりにするっていうのを今回は平野くんが使っています。光が差すからって感じです。優しさの溢れるその笑顔が何よりも素敵だから、手を取り合って行けば光が差すから。はい、なんかなんとなくこんな感じかなって思います。それではサビの前半いきましょう。さあ明日がやってくる、もう一人で悩まないで越えてゆく、君の背中はとても輝いてる。サビは基本的に全体で歌っていて、
途中で高橋くんと平野くんのソロのパートが出てくるんですけど、全員で歌うところはメンバーの癖を織り交ぜてメンバーっぽく歌ってもいいし、自分が歌いやすいように自分の歌い方で歌うのがいいと思います。この動画の趣旨もそうですけど、何より楽しめたらそれが一番いいと思っています。はい、ここの意味を見てみると、さあ明日未来がやってくる、もう一人で悩まないで悔し涙を流したり自分だけで解決しようと悩んだりしないで、越えていく君の背中はとても輝いている。生きていくにあたって様々な問題を乗り越えていく君の背中はとても輝いている、希望に満ち溢れている、めちゃくちゃ前向きな歌詞です。そしてこの越えてゆく君の背中はっていうところは高橋海人くんのソロのパートなんですけど、ここで高橋くんが多用している語尾を吐息混じりにするっていうやつですね。さっき平野くんが光が差すからのところでやっていたものです。それがこの越えてゆく君の背中はっていう短いフレーズに2回出てきます。越えてゆく君の背中は、越えてゆくのくのところはちょっと短めで、君の背中はっていう風になっています。もう一度再現してみると、越えてゆく君の背中は、背中はって感じですね。とても輝いてる。そして続きが、さあ解き放てすべてはもう、へこんでいる暇はない、あの扉の鍵は胸の中、光るキーオブハート、さあ解き放て全てを、無駄なことは考えずに今この瞬間に全て解き放って、もうへこんでいる暇はない、過去の自分のように悩んだりへこんでいる暇はない、あの扉の鍵は、生きていく上で自分の未来に立ちはだかっているあの少し先に見える扉を開けるための鍵は、胸の中、心の中に光るキーオブハート、心の鍵ってことですね。あの扉の鍵はっていうところは平野くんのソロのパートなんですけど、平野くんは扉のラをちょっと強めに発音しています。あの扉の鍵は、難しいのは扉のラの音を強調させるのと、あと最後の光るキーオブハートですね。私は最初光るキーオブハートって歌ってたんですけど、なんか音が合わないなって思ってたら、彼らは光るキーオブっていう風にキーオブハートっていう風に歌っていたので、あ、ここだって思いました。光るキーオブハート、最初につまずいたのはこのキーオブハートですね。長く続く坂道の先を目指す僕ら、風切る音と共に日々走る、悔し涙だって流す時もあるけど、前痛みはいつか強さへと変わるよ、優しさの溢れるその笑顔が何よりも素敵だから、手を取り合って行けば光が差すから、さあ明日がやってくる、もう一人で悩まないで、越えてゆく君の背中はとても輝いてる、さあ解き放てすべてをもう、へこんでいる暇はない、あの扉の鍵は胸の中、光るキーオブハート。はい、それでは2番に行きたいと思います。2番の出だしは神宮寺くんと岸くんですね。流れる汗と青空見上げ走る僕ら、
決意はやがて絆へと変わるよ。これはもう情景が浮かんでくると思いますが、流れる汗と青空を見上げて走る僕ら、青春さを感じさせるフレーズとなっています。神宮寺くんのパートは本当にストレートに歌ってあげるだけでいいと思います。あとは一音一音をはっきり神宮寺くんは歌っているので、そこを意識するとぽくなると思います。次の岸くん結構特徴的でして、決意はやがて、ちゃんと絵も発音しちゃって大丈夫だと思います。決意はやがて絆へと変わるよ。ちょっといかつくううって感じで、絆へと変わるよっていう風につなげていきます。ここの絆へとっていうのが岸くんのポイントです。決意はやがて絆へと変わるよ、これだけはやり遂げたいっていうはっきりした自分の意思は、自分だけではなくて人と人とを結ぶ、そんな気持ちへと変わるよっていう意味かなと思います。加速する不安に飲み込まれて、見失いそうな時も、加速する不安に飲み込まれて落ち着かなくなる気持ちばかりが自分に押し寄せて、見失いそうな時も、本来の目的や自分の意思がわからなくなってしまうそんな時も、ここの加速するのところ、おそらく岸くんだったら加速するっていう風に歌うと思うんですけど、平野くんは順々に上がっていきます。加速する、そこまで癖がないです。不安にって歌ってなくて、不安に、若干曖昧な発音で、不安に飲み込まれて、このまれてはソフトな感じで音を置きに行くっていう感じの歌い方をしています。そして見失いそうな時もは普通に歌って大丈夫です。次、高橋くんと永瀬くんのパートでサビにつながります。勇気を分けてくれる、高橋くんのパートは全然丁寧に歌う必要がなくて、天真爛漫な元気なイメージで歌うと高橋くんっぽくなります。そして勇気を分けてくれるる、いつも通りの吐息混じりです。そして永瀬くん、仲間がいるから、高橋海人くんに比べたらちょっと控えめに、仲間がいるから、はい、語尾はラーンっていう風に歌うと永瀬くんっぽくなります。勇気を分けてくれる、大丈夫だと励ましてくれる、仲間がいるから、一人ではないから、そしてサビにつながるという流れになっています。加速する不安に飲み込まれて、見失いそうな時も、勇気を分けてくれる仲間がいるから、はい、だいたいこんな感じです。なんか雰囲気が伝わってくれたら嬉しいなと思います。はい、サビです。さあ未来が待っているも、この手を離さないで、それぞれの思いつないで走る夢の途中。一番のサビではさあ明日がやってくる、未来がやってくるっていう風に言ってたんですけど、二番のサビではさあ未来が待っているという風に歌っています。一番ではまず明日というものが目の前にあって、さらにその先っていう感じだったけれども、二番ではもう明日の場所に立っていて、さらに未来が見えている、なんかワンクッション明日っていうところを乗り越えて、さらに先の未来が見通せているみたいなニュアンスかなっていうふうに思いました。そしてもうこの手を離さないで、もうっていう風にあるので、もう二度とこの手を離さないでっていうニュアンスなので、過去に一人で悩んでたりとか抱え込んでいたっていう出来事があったと思うので、もう二度と一人で抱え込まないでねっていう意味合いがこの短いもうに込められているっていうのが、本当に日本語って難しいなって思うポイントなんですけど、それぞれの思いつないで一
人一人の決意をつないで走る夢の途中、何々のために頑張ろう、自分のために頑張ろう、親のために頑張ろう、友達のために頑張ろう、そんな感じで決意は人それぞれなんだけれども、仲間と思い描いている仲間と達成すべき目標は同じで、実際みんなと一緒にその夢の途中にいるという歌詞です。ここのそれぞれの思いつないで、ここは神宮寺くんのソロのパートなんですけど、多分私だったら流れでそれぞれの思いつないでって歌っちゃうと思うんですけど、神宮寺くんは違っていて、それぞれっていう風に一言一言はっきり歌っています。これをするかしないかで神宮寺くんっぽさが変わってくると思います。続きのサビです。さあ昨日に手を振っても悔やんでいる暇はない、あの扉の鍵は闇の中照らすキーオブハート。さあ昨日に手を振って悔し涙を流していた時の自分に別れを告げて、もう悔やんでいる暇はない、あの扉の鍵は闇の中、どんなに絶望したってその闇を照らすのは心の鍵という風に歌っています。永瀬くんの歌い方はちょっと抑えめにっていう感じなので、あの扉の鍵は優しめに歌う方が永瀬くんっぽいです。流れる汗と青空見上げ走る僕ら、決意はやがて絆へと変わるよ、加速する不安に飲み込まれて見失いそうな時も勇気を分けてくれる仲間がいるから、さあ未来が待っているも、この手を離さないで、それぞれの思いつないで走る夢の途中、さあ昨日に手を振っても悔やんでいる暇はない、あの扉の鍵は闇の中照らすキーオブハート。そしてちょっとメロディーが変わって岸くんですね。望みは叶う、そのために心一つ、はい、望みは叶う、希望は叶う、夢は叶う、そのために心一つ、夢を叶えるためにはそれぞれの思いをつないで、ここの岸くんも真似しがいがあると思うんですけど、望みは望みは叶う、広げて戻してっていうような感じなんですけど、望みは叶う、そのために心一つっていう感じで、開いて戻してっていうような歌い方をよくしていると思います。途中で逃げないで前を見つめて、手にした姿を描き続けて忘れないでこのまま、途中で逃げないで前を見つめて、諦めずに未来だけを見て、手にした姿を描き続けて、一度描いた自分を描き続けて忘れないでこのまま、その気持ちを忘れずに今の現状のまま走っていこう、そんな意味合いだと思います。神宮寺くんと高橋くんのパートに関してはリズム感重視で歌っていけば OK で、平野くんのところは忘れないで、和の後にちっちゃいつを入れて、忘れないでこのまんま、軽くんを入れてこのまんまって感じです。次最後のサビなんですけれども、永瀬くんのソロのパートがあります。さあ明日がやってくるも一人で悩まないで、ここで難しいのは悩まないでのところなんですけど、悩まないで、
悩まないで。これは何回も出てくる永瀬くんの特徴の一つです。望みは叶う、そのために心一つ。途中で逃げないで前を見つめて、手にした姿を描き続けて、忘れないでこのまま。さあ明日がやってくる、もう一人で悩まないで。越えてゆく君の背中はとても輝いてる。さあ解き放って、すべてをもうへこんでいる暇はない。あの扉の鍵は胸の中、光るキーオブハート。はい、お疲れ様でした。難しかったです、今回も。その前に最後に岸くんのあの扉の鍵はっていうパートがあるので、ここの解説だけして終わりたいと思います。さっきもこう開いて閉じてってやったと思うんですけど、あの扉の鍵はは岸くんの閉じた状態からっていうイメージの方が分かりやすいと思います。あの扉の鍵はって感じで、最後のわーのところに若干開くっていうイメージを与えてあげると岸くんっぽくなると思います。モノマネって結構誇張してやる方が伝わったりとかすると思うので、あの扉の鍵はって感じで歌ってみてください。はい、今度こそ本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということで今回はリクエストもいただいていたキーオブハートの歌い方講座と歌詞の意味を読み取っていく動画でした。過去の楽曲でのリクエストもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。以上、アルティメット工房のサミでした。